持ちのつむすべて紹介しておるまで終われません。続きましては、熊野プーさんよりクリストファー・ロービン、クリストファー・ロービンというキャラを使ってまいります。クリストファー・ロビンに関してはハピネスツムになりますので、まあ、残念ながら、高得点を狙うのは全然見込めないキャラとなります。まあ、風船が飛んできてね、それを潰して、まあ、大体6個かな、6個5個ってところですかね。7個潰すのはね、なんかね結構難しかったんですよね。使ってみましょうか。僕はただのく、ほらね、6個6個ですよね。ギリギリあれが出ないんですよ、マジカルボムが。まあ、アイテムチケット使うと別かもしれないですけどね。で、今歌った曲っていうのは、熊野プーさんがクリストファー・ロビンに風船を借りて、ほら、5個6個。マジカルボム出ないんだよね。マジカルボムか。そう。蜂蜜をね、木の上に取りに行こうとしたときに歌ってた曲なんですよ。クリストファー・ロビン、僕あの蜂蜜が取りたいんだよ、だからその風船貸してくれないかって言って、いいよプーって言って心よく貸した。多分その風船だと思って潰します。ちなみに、その後どうなったかっていうと、突っ込んだところがですね、蜂の巣、まあ、蜂蜜を取りに行くためなんで、当然蜂の巣に突っ込んでいくんですけど、まあ、蜂に見つかってですね、ボコボコにやられて、まあ、ウーさん自体は無事なんですけど、残念ながら風船はパーンと割れてしまって、ふゆ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 飛んでいくという、まあ、いかにも風さんらしいオチでございますよね。ただ、やっぱり最後は、お、珍しい。最後は、ちゃんと、ラーツ。最後はちゃんと、なんだっけ、蜂蜜を食べることができたという、まあ、オチがついておりましたとさ。さて、クリストファー・ロビン、風船を潰して、可愛らしいツムでございました。ということで、またお会いしましょう。